さあ、じゃあ今日は第4話からいこうと思います。おーおー、いきなり来た戦国。今回は右側にもなんか目がいっちゃうな。いや、全体に絵として綺麗だね。なんかね、これが水晶の花。こうして見ると綺麗ってだけじゃなくて、なんだ、なんか神秘的な感じがするな。本当に運気が上がりそうな。戦国がこれ以上運気上がったらどうなっちゃうんだ。あ、いかんいかん。うん、ぼーっと見るだけじゃなくて、ついでに可愛い子との出会いをお願いしないと。すごい貪欲。立花さん、水晶の花ってあれじゃないですか。っていうか不動峰も来てたんだ。あ、イブ君が誘ったってことか。そうだな、今ならゆっくり見られそうだ。あ、うん、あれ、みんなも真っ先に見に来たんだ。ああ、この博物館の目玉だと聞いたからな。人だかりができる前にじっくり見ておこうと思ったんだ。へえ。本当に花の形をしてる。あ、そこ気にしてなかったわ。うん、綺麗だし見れてよかったかも。うん、これを見て恋愛が成就した人もいるんだよな。へえ。じゃあ戦でも戦国の恋愛が成就したところを見たことがねえからな。何、もしかしてあんちゃんとの。すぐ言う。うわっ。デリカシーゼロ。ねえ、急に口塞ぐなよ、苦しいじゃん。おい、立花さんがいるんだから大きな声で言うなって。もう分かってんじゃねえかな。さすがにバレてない。まあ、バレたら気まずいけど。お前たちどうかしたのか。え、もしかして分かってないのかな。いや、なんでもないっす。んじゃ、なんだか混んできたし、俺たちはそろそろどいた方がいいかな。そうだな。あ、退く前にお願いしておかないと。え、願い事ってありなんすか。あんまり知ってる人見たこと、あ、でもなんかパワースポットだかなんだかにさ、こう お願いをしに来る人とかいるみたいだよね。なんかね、パワースポット参り巡り、わかんねえけど。よし、それなら俺だって。はあ、周りの視線が恥ずかしいんだけど、他人のふりしようかな。てか中学のジャージで来てる時点でまあまあ恥ずかしくないか。ああ、そう言ってやるな。お前の妹とどうにかなりでえっていう願いなんだぞ。いいのか。じゃあ靴は何を見てんだ。なあ、お前はあっちに混ざらないのか。きっ、てめえに関係ねえだろうが。ええー、ああ、それもそうか。あ、靴、水晶の花って撮影 OK なんだって。へえ、いいんだ、ね、綺麗だから後で写真に撮ってお母さんに送ってあげようよ。優しいけど、優しいけど、あ、靴がそんな提案に乗るかね。ああ、なんでババアに。母親と書いてババアと読むらしいわ。てめえ、勝手なことをするんじゃねえ。聞いてんのかてめえ。ん。ババアって母親か。ふん。尖ってるように見えてあいつ案外可愛いとこあるかもな。もうバレた、もうバレたっぽいね。さあ、じゃあ第5話いきましょう。へえ。お、ジャッカルもいる。パワーストーンってこんなに種類があるんだな。なあ、この中から加工体験に使う石を選ぶんだろう。あ、加工体験に来てるんだね。その研磨とか大変らしいし、削りやすいのを選んだ方がいいんじゃねえか。だが、おお、ニオもいる。素人は見ただけじゃ分からんぜよ。まあそうだよな。ん、お、ヤナギもいる。それに石の名前の下に書いてある幸運とか安らぎっていうのは、ふむ、それぞれのパワーストーンが持つ効果だろう。ああ、自分の願いに合った石を組み合わせてお守りを作ったりするそうだからな。へえ、組み合わせたりしていいんだ。ふむ、組み合わせも考えないとダメってことか。なんか急に難しく思えてきたな。そう身構えなくても大丈夫だ。お、なんか知ってんのか。違うか。まずは好きな石を選んでみればいいんじゃないか。
意味も大事かもしれないが直感も大切だからな。そういうとこもあるんだね柳ね。データデータだけじゃないというそういう良さもねあるんですよね。ああそんじゃそういうことなら早速選んでみるとするかの。柳はああ言ったけど、うん、やっぱり自分で選ぶとなると迷いそうだよな。なあいっそのこと俺たちはお互いのイメージに合った石を選ばね。おお、ナイスアイデアなのでは。ああ客観的な方が選びやすそうだしな。じゃあ俺が文太の石を選んでくるぜ。ほう、なんかいいね。ああジャッカルの石は俺が天才的に選んでやるから楽しみにしてろい。なんかいいね。よし結構いい感じに選べたな。ほう。さてあとはあいつの好きな赤色の石を入れて。あいつ赤色の石が好きなんだ。ん？おっと、ん？あ！お？そんな図書館みたいなことある？なんだお前もこの石を選んだのかよ。じゃあもってことはお前もか。俺は文太の好きな色だからと思ったんだが。はあ？なんだよ急に笑ったりして。いや俺もお前と同じこと考えてたから。え？マジかよ。んじゃ形もお互いに合いそうなの選ぼうぜ。よし。おお、あーそういえば文太いたんだったね。そういえばね。そういえばだけど忘れてましたわ。いや良きですね。ジャッカルの石はこれだな。うん。文太のイメージだとこっちか。どんなん選んだんだろうね。へえ。同じ種類でも形によって全然印象が違うんだな。ああバラバラに見えても並べてみるとしっくりくるっていうか。ふんふん俺たちみたいでいいんじゃねえの。おいいこと言う。そんなウケる。そうだな。ああ、はいじゃあ6話っすね。おお、え、じゃあ何、立会みんないるってこと？今んとこ赤屋だけいないのかな。うん。石の研磨か、なかなか根気のいる作業だ。うん、だいぶ削っているが一向に滑らかにならんな。ということは真田ですら時間がかかってしまう作業なのか。もう少し力を加えた方がいいのか。真田あまり力を入れると割れちゃうのもしかして。ん？やばそうやばそう。どうしたんだい。どうかした？ああ、表面に少々亀裂が入ってしまった。ああ、根気だけじゃなくて繊細さも必要になりそうだね。いや。おお、入江さん二人も研磨体験中かな。すまない。俺たちも同席して構わないだろうか。ええ、どうぞ。もうなんか後輩に対しても丁寧だよね徳川さんね。あれ君の石ちょっとひびが入ってるね。そうなんですよ、たった今やらかしちゃったんですよ。表面を削っていたのですが力を入れすぎたようです。ねえ見せてもらえるかい。このひびの入り具合、まさか稀に見る強調。いやいやいやもういいって。あの入江さんが占いもできるとは初めて知った気がしますが。またいつものやつでしょっていう目の合わせ方してないかこれ。なんてね。ほーらね。君たちの後輩はいい反応をしてくれてたんだけどな。赤やらしい。赤やいたんか赤や。先輩あまりからかわないでいただきたい。ごめんね。お詫びに君の石だけど。それはおそらく研磨による摩擦熱で石が割れやすくなっているだけだから冷やしながら作業をすればいいと思うよ。詳しい。なるほど。ほら水は持ってきてある。二人ともこれを使うといい。優しい。ありがとうございます。それじゃ作業を始めようか。おい、こんなんあったの。やばやば。え、これさ世界大会のダブルスペアじゃないですか。やば、ハウリングしちゃう。マジか。え、これちょうどその時だったりすんのかな。時期的にこのイベントが出た時ちょうどその
話の時期だったりすんのかな、これやば。当時は何も感じなかったけどな。あ、じゃあタイミングは違うのかな、わかんないけど。いやでもこれは熱いね。徳川さん手際がいいですね。うん、そうだろうか。なんかうまそうだな。うん、こうして石が磨き上げられる様は俺たちの現状に似てるのかもしれない。いいか、石が削られ磨かれていくように俺たちは練習という剣までテニスの腕を磨いていく。おう、ええ、そう考えると不思議と没頭してしまった。集中していた分早く削れたんだろう。でも石と俺たちとでは一つ違うところがありますよね。なんだ。はい、俺たちは石のように誰かに磨いてもらうのではなく自分たちで磨いていかなければなりませんから。いいこと言う。そうだな。はあ、というね。じゃあまた明日。